レディースオールスター二つ目の準優勝戦を勝ちました長嶋真希選手お話伺いますお疲れ様でした嬉しいですありがとうございますはいなるちゃんお持ち帰りくださいはい,ってよいいレースでしたよねいいレースでしたね,ねはいじゃあ振り返っていきたいと思いますあの外の隣の方がだいぶスタート早ったいで絶対来ると思ったんですけど、はい、自分は自分の見え方で行こうと思ってうん、うん、すごいですね、うん、もう限界でしたし限界でしたはい ただ新年のスタートはいきました。はい、うん。そこから、この一マーク。いや。まあ、意味も大丈夫そうだったんで、良かったんですけど。うんはい、ただ、来ましたね。はい、船の軌道が。よかったですね。もうあそこに入ってください。いつもいろいろ。考えちゃうんで、もうスタート決めたら、きっと見えない力が働くだろうって思って、言ったら。うんはい エンジンがついてってくれましたね。気持ちのこもったスタートと気持ちのこもったターンでしたね。と仲間たちですね。そうですね。はい。なんかこうレースの前のピットリポートの中で長嶋真希選手がだいぶプロペラを叩いてましたという情報がありました。割れました。割れました。割れてました。割れてましたから。はい。何か思うところがあって。そうですね。昨日部屋であの土屋美咲と話しててまあ四号手だしあのちょっと思い切って。 あのやってみようかなっていう話をしてて、ちょっと三年前のナルトの感じを思い出したんで、ちょっともうやややるわって言ってやって乗った感じがすごく良かったんでもうあのそれで行こうと思ってはい。特にどのあたりが良くなりました。いやもう力強さが出たし、息足伸び全部掴んでる感じのなんかあの強かった頃の私の、うん、感じが。今も強いです。いやいや <laughs> 来たなっていう感じでした。そうなんですね。 じゃあ、明日の優勝戦もちょっと楽しみですね。楽しみですね。はい、わ、はい、かりました。ツイートあのたくさん、はい、いただいてるんですけれども、嬉しい長嶋真希選手優勝を期待してます。はい。 モナリザ真希ちゃん、はい、選手紹介盛り上げてくれてありがとう <laughs>、はい、水面でも見せるレースで優勝目指して頑張ってあ嬉しい娘と孫ちゃんとテレビの前で応援しています、はい、あ嬉しいなきそうです <laughs> 撮ってきますもうあの選手紹介だけじゃなくて、はい、もうレースもそれからこの勝利者インタビューも盛り上げてくれましたので,で、ね、ありがとうございます最終日まで盛り上げっぱなしでお願いしますそうですねもう岩崎さんもあの盛り上げ師匠なんですけど開会式のが <laughs> 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 あの結果残したんで、はい ね、あの、いつも客寄せン番で終わるなって生体の先生から言われてるんで。<laughs> はい、しっかり結果残して、はいはい、明日は最高のも、もなり出したいと思います。まはい、では最後にカメラさんお願いします。ここはじゃ、あ最高の笑顔でお願いします。はい、<laughs> こんなにアップで見れることないですよ。<laughs> あちょっとね、疲れが出て目にね。<笑><笑><笑>最後にワンポーズ、お願いします。